行きつけるかね。雪かきはね、なんかしなくて大丈夫そうだったね。びっくり、昨日の夜とそんな雪の量変わってないみたいで、そうだから大丈夫って言ってた。だからしてないよ。はよ、はよ、でも結構積もってるの。昨日と変わんないからまあ、15センチとかじゃない？私ねちゃんと見たわけじゃないんで、昨日の目視した感じでは 10から20の、まあ、どっかかなって感じだったんだけど、まあ道路そんな私の部屋の窓から見えないんで、まあちょっと何とも言えないんですけど、でも多分雪かきしなくても大丈夫ってことは、まあまあまあ本当にそんながっつり積もってるわけではなさそう。おはよう皆様、ぜひイベントご協力をお願いいたします。今ねランキングが全体が19位で、なんだ、はよう、ハート型の風船が7位、接戦だねやっぱり。ここはおさせるギフトが15位、大好きギフトが16位、ですかね。県内で言ったらまあな感じです。おはよう、皆様ぜひご協力いただけると嬉しいです。私はねさっきおはようお弁当を作って、それから起きておりました。眠たい。めちゃ眠たい。昨日はね1時前には寝たんですけど、そうで5時に起きて眠ったい。行きますよ。またでメイクしなきゃ。ちょっと今日出かけるし、仕事以外に。見てここにね、かさったかなこれ。ここね、まあ肌荒れしちゃってさ、ここ真ん中ちょうど赤いの。やだ、恥ずかしい。なんかすごい一番目につくとこじゃない？ここなんて前髪でね、しかもねこうやって隠れるかなと思ったらね、なんかギリギリこの前隠れなくって、仕事中。はよね、お17位まで上がりました。ありがとうございます。でメイクしなきゃ。でもね、お肌がねめっちゃ乾燥してるんですよ。お肌っていうか鼻のところがさ超乾燥するんですよ。すごい嫌だ。すごいまつげめっちゃ抜けてるやん。嫌だ。嫌。
うん、結構落ち着いたんですけどね、お肌乾燥が深刻です。保湿しても保湿しても乾燥しやがる、ちくしょう。はよ、今ねちょっとねお肌テカッとしてるのは化粧水じゃないや乳液です。さっきねお顔洗ったので、もうご飯の時間だって、もう目がはよ、皆様ぜひイベントご協力お願いいたします。眉毛が薄いんですけれども、こちらはこっちはね綺麗に生えております。ね、なんかすごいさ眉毛がさ綺麗に生えたんです。こっちはこっちね、なんかこっちなんかさ眉毛とかってさ、まあ眉毛だけじゃない、顔ってさ左右対称じゃないやん。そうでね、眉毛の生え方がまあ全然違うんですよ、右左なぜかなんか全然違くて、だから形とかもなんか違ってくるんですよ、うちの眉毛は。そう、平野ひかるさんちの眉毛はそうだからさ、整えようと思ってさ同じ形にしようとするとさ、まあ明らかになんか薄いところが出てきちゃうんですよ。ほんとやだ、めちゃめちゃやりづらいおはよう、ギフトありがとうございます、お疲れ様です。一回さ眉毛整えるのはさ、多分さあの本当に同じ形にしようと思ったらさ、全部一回ある程度生やしてって言い方嫌だ、伸ばしてからさ、まあ、眉サロンに行くとかさ、まあ、自分でまできるんなら整えるかになるんだよね。でもさ伸ばしっぱなしって嫌じゃん、すごい気になるからさ。はよー、皆さんはお仕事前ですかね、なんかもう起きて早々ですっごい手がむくんでる、いやん、お腹も空いたし、おはよう、積もったかい。あ、なんかね昨日の夜とねそんな変わってないらしい、だから雪かき免除、イエーイ、しなくても大丈夫だってそう、なんか
からね、私一番早く起きて弁当作ってたんだけど、お兄のね、今日マミ休みなんだって、そう、お兄の弁当作ってたんだけど、マミ起きてきて、その後外見たっつって、見てないっつって、マミみたいに、あ、昨日と変わってないねっつって、うん、だからしなくて大丈夫そうって、まだ見てないんでね、もうよかった、よかったよかった、おはよう、朝から疲れたくないで、お腹すいた、腹減りんごー、今日はね、起きたら、私がね、下降りたら、そう起きてね、弁当作んなきゃって言って下降りたら、ももさんがもう、なんかまあお目目を覚ましておりまして、一応そう、私の横をね、ちょろちょろついてくるもんだから可愛くてね、ついついね、さつまいもをあげてしまいました、はい、わ、黒いの来たぞ、黒いの来るぞ、黒いの来るぞ、黒いのがやってくるぞ、おはよう、おはようございます、おはよう、いらっしゃい、おはよう、朝のルーティーンやんな、おいでおいで、おいでおいで、おいで、あ、来てくれんかった、寝るって、おはよう、めいちゃん、おはよう、ご飯おいしかった、梅子さんです、なーに、何の匂い嗅いでるの、おいで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 、おはようしようよ、はい、おいで、よっしゃ、あ、お顔舐めないで、おはよう、ギフトありがとう、梅さんです、最近のね、朝のルーティンなんだよね、ご飯食べたら2階に来て私の部屋に駆け込んでくんの、あ、肉球冷たいじゃん、温めてあげるね、ありがとうございます。寝るそうです、私の上で、この子は。もうちょっとさ、楽な体勢で。かわいい、寒かったやろうな、上がってくるまでね。肉球が冷たいもん。かわいいんですよ、だからうちの子、マジでかわいい、天才、天使、お姫様よ、最初いたな、何食べようかな、朝さつまいもをね、食べようと思ってんだけど、今日は、今日のこのね、腹減りぐらい、ぐらいだって、腹減り具合はさつまいもじゃ足りんな、ね、この後寝る予定もないし、
飯多めに炊いちゃったって言ってたな。そう、ご飯今日炊きすぎちゃった朝って言って、マミが笑ってた。ご飯食べて。白いご飯はだからね、あるぞ。皆様ぜひイベント協力お願いいたします。見てかわいい。今のね、梅の状態、こちらリアルタイムです。梅さんです。かわびい。かわびい。かわいいでしょ。足の上にいるの、ふわふわなの、マジでかわいい。ほん本当にかわいい。かわいさばけて私に。あなたもそのあざとさと愛嬌と私に分けてくれ。ひかもかわいい、ありがとう。ひかもかわいいだって、うめちゃん嬉しいね。すっぴんで申し訳ないんですけど、すいません。テカテカの顔してね。乳液ですよ、このテカテカは。乳液の宝ですよ。私さ、だからさ、前までさ、結構さ、すっぴんとメイク変わんないみたいな、全然変わんないよみたいな言われてたけどさ、最近はさ、メイクも多少ね、まあ多少なりとも上手になったのかな、分からんけど。そうだからさ、まあそこ、そういうことはなくなったのよ。すっぴんとメイクそんな変わんないねってこともなくなり、だからちょっとね、すっぴんはすっぴんになってしまった。お肌がね、今そんな荒れてないので、まあいいんですけど、着てる時はね恥ずかしい。大きいニキビとか、まあこれだから恥ずかしいんですけど、ここにある赤いやつ。今日のメイクはね、ピンクかな、ピンクかな、いやピンクかな。いやって何、ピンクにしようかな。ピンクかブラウン。スピンとメイクが変わらないのは素人の証。あ、本当？え？美人の証？素人って、素人に見えた。ごめん、この距離でちょっと漢字がね、読みづらくて。美人の証？確かに綺麗だよね。私はね、私の場合はね、本当に素人でしたよ。本当にメイクの仕方が分かんなすぎて、ほとんどメイクができないみたいな。そう、そういう状態だったんで、私に関しては。でもね、本当にカレンちゃんなんかはさ、めちゃめちゃさ、メイクしなくてもお目も大きいし、顔立ちがねくっきりしてるからさ、変わんないというか、なんかすっぴんもすごい綺麗、本当にめっちゃ綺麗やなと。超かわいい。目大きいよね。
そう、だからね、メイク薄くても綺麗な顔してる。ギフトありがとうございます。手を取ってずっと二人でこの街にもグッバイ、明日行こうも迷うまで行けるところへ、叫ぶ心で I just wanna get the truth。出てるよ。私の上の黒い子が。ね、生き立ってるよ。どうしたどうした、ちょっとびっくりしたね、風強くてね、ゴーって言ってね。ありがとうございます。眠い？私は眠い。うん、眠い。でも大丈夫よ。寝れる時に寝る。風強ない？外嫌なんですけど、外出たくな。寒いし今日。ホールしたの。寝な、ちゃんと寝な。うん、ちゃんと寝なさい。そう、でも確かに、なんか寝る時間短くなるとな、なんかこのまま起きてた方が楽だなっていうのは分かるんだよね。でもね、寝ましょうちゃんとね。それで試験落ちるとかあるのか分かんないけど、落ちたらね、なんかもう元も子もないでしょ。ちゃんと寝て備えましょう。ホールなんてね、するもんじゃないですよ本当は。私もしたけど前。珍しくしたけど、するもんじゃないんだよ。なんかさ、私もさ、ちょいちょいやったんですよ、オールは。中学とかね。そう、小中とかね、なんかまあまあまあ、テスト前だとか宿題が終わってないだとか、うん、やることはあったんですけどね。まあ次の日散々なんですよ、眠すぎてね。私はだからしない、基本的に。オールなんかしようもんならね、次の日何もできんわ。まあ大丈夫ならいいんじゃないですかね。まあそれ人それぞれだからね。まあでも私はおすすめはしません。
覚ました。起きた。うん。起きたの？うん。かわいい。なんかさ、昨日マミーと話してたんだけどさ、なんか犬？犬ってさ、寝る前結構ムニャムニャするわけ、お口でね。漫画に描いたようなムニャムニャをするわけ。そう。で、お腹空いてるとさ、口の周りペラペラってするし、そう、ご飯待ってる間とかね。どうしたどうした。ペラペラって口の周りすんの。いや、可愛くない？マジで。可愛いしさ。なんかほんとアニメみたいなさ、漫画とかアニメみたいな、うん、にあのそれをさリアルでさ人がやるとさ、いやうんみたいな、さすがになんかちょっとね、まあむにゃむにゃくらいはまあ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 、口の周りペロペロはさ、さすがにさ、なんかリアルでやるとちょっとさってなるやん。そう、でも犬がしたらすっごい可愛いんだよね。やってみて。やらないよやらないよ。口の周りペロペロはちょっとマジでできない。そんな本当にアニメみたいにねできないからね。はよ、自分でね、自分でやって確かめてみてください、どうかな。そう、リアルでやるとどうかなみたいな。私はねやってみて、ああこれやるもんじゃないなって思った。鏡見たわけでもないけど、昨日ねなんかあのももがさムニャムニャしてるのは可愛いって言うからさ、私もじゃあムニャムニャしてみようかなと思ってさ、ムニャムニャしたらさ、マミーがさ、はい可愛い可愛い、はい可愛いってももと同じ扱いしてくれたけどさ、やるもんじゃないなと思った。すごい恥ずかしい。寝てる間にとかはまあなん分かるんだけど、そう寝る前によし寝よう、ムニャムニャはないなと。わかんない、可愛い人もいるのかもね、でもしかしたら。私は多分可愛くない、あんまり、うん、人がやるのは多分違うんだろうなみたいな。やっぱアニメと漫画だからすごいいいのかな。すっごい笑いながらやってたよ私のこと、あーかわいいかわいい、あーかわいい、すっごい爆笑してたよ。ワンちゃんは何してもかわいいやんな。ギフトありがとうございます。今日はね、買い物に行くんだけど、とりあえず めちゃめちゃアロマキャンドルを買いたい。もうジョーマローンが限界なんだ、私のジョーマローンが。ほらジョーマローンが限界です。もうね、これね、本当にこれダメダメダメあったのじゃないよね、マジでね、もうね1時間2時間つけただけでね、あの本当に全部溶ける。はよ
それがね今ね固まってでもう一回使ってってやってんだけどさ、あダメだ、もう本当にあと1ヶ月のうちなくなるなと思って、めっちゃ見に行きたい。なんかさアロマキャンドル専門店とかないのかな、もういろんなところのねアロマキャンドル売ってますよみたいなさ、それかまあなんかもうアロマキャンドル専門のブランドですよみたいな、うちはアロマキャンドルしかやってないんですよ、ないかな、石川なさそうなんだよな多分、東京とかありそう。なんかどこのなんかアロマキャンドルがいいのかもわかんないし、あんまり。あ、ジョーマローンはすごい良かった。もしね気になる方いたら使ってみてください。まあ、ちょっとお高いんですけどこれ。これで確か1万くらいするのかな。うん。もうねあのピオニー&ブラッシュスエードかな。っていうまあ多分定番の匂いなのかなこれは。すごいいい匂いだったんでおすすめです。金沢ならありそうだけどね、専門店はないかな多分、なんか一角にならあったりはすると思う、雑貨屋さんとか、まあなんかあのロクシタンとかね扱ってそうではあるけど、普通のロスコとかしてマイルを10滴垂らしたら完成、めんどくさいそれするのめんどくさいかいって、ね、絶対そっちの方が早い気もするんだけど、ね、ロフトとかハンズはないかな、こっちあんのかな、ない気がする、ロフトはあるけど、無印もあるんだっけ、なんかねさっき調べたら無印良品って出てきたからあるのかな、はよいい匂いのやつをね早く欲しいな、金沢にもハンズある、ハンズあるんだ、あーあそこやんな、あるわ、前行ったわ、はい、おはようございますおはようございます、うん、おはよう、ハンズあるわあるわ、あれやん片町やんな確か、東京スクエア、思い出した、なんかあんまり行かないんですけどめったにそっちの方に、この前行って買い物した、カレーとハンズか、うんね、片町だ片町、皆様ぜひイベントご協力お願いいたします、昨日さなんかどっかにさピアスをめっちゃ引っ掛けてさ痛いんだよね、痛かったんだよね、
久しぶりにさ、このなんかこのでっかいつながってるやつねを引っ掛けまして、久しぶり行ったーってなった。普段ねもうめったに引っ掛けないし、もうそんな痛っってなるほどでもないんですけど、ちょっともたえたよね。うん、何寝れそう、はよー、何時まで配信しようかな。もうでも7時だもんね。ちょっともうちょっとしたら終わろうかな配信。はよギフトありがとうございます。おはよう。やっぱりさ首痛いのが治んないんだよね。しかもさ昨日さ結局さ湿布して寝るの忘れちゃってさ、それのせいかここほんと左側の首って別に首一つだからさなんか2本に分かれてるみたいな言い方したけどさ、左寄り痛いんだよね。寝違いかなやっぱり。なんか久しぶりにこんな痛いなと思って治んないなと思って。あ待って今治った？治ってないわ。一瞬治った気がした。気のせいでした。はよう。バスタオルくらいにしたら少し軽減されるかな。あれはダメ、あのもう枕なし。もう最近ね変な寝方してたんですよ。結構なんかあのうつ伏せで寝たりもした。やばいよね、うつ伏せって一番良くないよね確か。ある方がいいか。そしたらそうだね、薄めのだね。うん。さもともと寝方はさあんまり良くないんですよ。まっすぐ向いて寝られない。そう、まっすぐ仰向けで寝られない人間でして。そうそうそう、こうやって寝れないんですよ。だから絶対横向いちゃうんですよ。あんまり良くないんだって本当は。うつ伏せじゃない間違えた、仰向けで寝るのがいいんだって本当は。本当にそう、でも絶対横向いて寝るんです。
で、ひどい時はもうなんか眠すぎて眠すぎてっていう時は、まあなんかうつ伏せでさ、ちょっと携帯とか触ったりするじゃん。まあ例えばゲームしてるとか、それ終わってきてそのままこうやって寝るんですよ。よくないよね、やばいよねダメだよ、眠気が限界の時ですね。めったにないんだけど、たまにね、やらかすね。はよん、私の場合は、私の場合は何かあった？何かあった？クソ、ともその前にコメント来てた。あ、うつ伏せで寝ない方がいいっていう話かな。横向きね、いいよね。途中で寝返りして左右逆にしてわ、しなさそう。同じ向きで、最近ね、寝相はねよろしくなったんですよ。本当に最近というか、まあある一定の時期からちょっと覚えてないんだけど、そんなまあ落ち着きましたね、寝相が。あんまりそうゴロゴロしたりなんか動いたりしなくなってさ、まあ、日によってね左右どっちで寝てるかは分かれるんですけど、なんかあ、こっちの方がいいなとか、こっちの方がいいなみたいなのあるんで、日によって違うんですけど、角度つくよね。つくかなつくかな、ついてんのかな。本当でも横向きはめっちゃ楽なんだ。仰向けってなんかさ、苦しくない？苦しくないっていうか、私がじっとできないだけか。うん、下側にね、でも横なんか仰向けは無理だ、私ずっとできない。一応朝から振り返ってみたありがとう。うん、でも言いたいことは伝わった。うん、カルまたね、またね、ありがとう。仰向けで寝る人、はい、どのくらいいる？多分見ててもコメントねできない方とかされない方もいらっしゃると思うんですけど、あれいないいなさ、あ、いたよかったよかった。仰向けなんだね。うん、あんまりでも、まあ、朝だからちょっとコメントが少ないのか、うん、昼の時は仰向け、それはなんか布団で寝てるからじゃないとかではなく日によってまちまち、まあそっか。でも仰向けの人はやっぱりいるんだね。苦しくない？寝つきがいいのかな。私もさ、多分寝つきが良かったら仰向けで寝てるかも。
スッて入れるんだ。でも10分20分30分あのそのままでいなきゃいけない、あの寝れないってなってそのままでいようと思うと絶対無理なんだよね。じっとできなくなる。もともとねまっすぐ立ってるのも苦手なんですよ。うん、なんか落ち着かないというか重心がぶれちゃうというか、本当に私まっすぐ立ってんのかみたいなさ、なんか自問自答が始まる。変なやつだね私。手とかもさ、基本的にはさ、なんか触ってるとかさ、まあ繋いでるとか、なんか持ってるとかじゃないとね落ち着かないんですよ。夜とかしっかり寝るときは横向き。あ、でもやっぱりなんか多いのかな、横向きとかの方が。だからほんと落ち着かないので結構そわそわっとしちゃう。じっとしてるの苦手。はよーはよー。だからさ、何もないというか、何もない、だから携帯とかなくなって、じゃあここで待っててねとか言われたら困る。そう、ここで立って待っててとか言われたら私多分無理。いやできるんだよ、できるんだけど落ち着かないわ、じっとしとれん。携帯なくなるのがまず無理だし、あのまあやれって言われたらできるんですけど、あんまり得意じゃない。うん、仰向けだといびきが、あ、そういうのがあるんだね。もういびきってあんまり良くないって言うじゃん確か。なんか無呼吸なんとかなんとかみたいな、ちょっとごめん、ずっと無呼吸しか覚えてないんですけど、なんかあるって言ってね、良くないとも言うしね。あれ意外と危ないんでしょ、本当に。だから呼吸止まる時があるんですよ。どうした。でもね、お兄ちゃん仕事行ったんだよ。ね、難しいよね、だから結局寝方とか、ね、あんたをさ腕に乗っけとくとさ、あったかくてさ腕に汗かいてくんだけど。腕汗かくんだけど、あんたあったかいから。おはよう、ギフトありがとうございます。ごめんね、だんだんね、だん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 ね、腕が痛いんだ梅さん。ああ汗かいた腕。梅さんあったかいね、あんたやっぱりいいよ、寝ててお布団で寝てな。ギフトありがとうございます。梅さんどうした、固まってそこで、そこで寝るの？床で寝るそうです。気をつけてね。ありがとう、気をつけます。まあね、なんかあんまり昨日からそんな積もってないけど、なんかまあ今日もね雪降るみたいですからね、
今日また積もったら嫌だな。来た。梅さん、梅さん、なんもないでしょそこ。え、お布団と氷？硬いでしょ床。そんな、まあ私の部屋の床そんな冷たくはないけど。こっち向いて座るの次。かわいい。はいよ。下行きたいの？下行く？下行こっか。下行きたいの？おいでおいでおいで。乗って乗ってこう。肩乗って。うん、肩乗って。はい、いい子。ちょっとだけ待っててね、梅ちゃん下連れてくわ。よいしょ。おはよう。いい子でしょ。すごいね、乗ってって言うとね、答えを乗ってねって言ったらね、下行く方乗ってって言うとね、乗ります。まあ、どっちかって言ったらなんか下行くっていうのに反応してるんだろうけど。おかえり。そう、下行くって言うとね、肩よじ登ってきます。ギフトありがとうございますね。メイクしなきゃなと思いながら全然始めない。全然始めない平野ひかるね。しよう、メイクをしよう、そしてカラコンもしよう。今日はね、カラコンはブラウンです。この前どれだっけな、これ。YouTuber ドゥーリッシュブラウン、ドゥーリッシュ、ドゥーリッシュ、ドゥーかな、この色にします。そしたらね、先にカラコンしちゃおうぜっていうね。おはよう。今日はね、ピンキーメイクなんで、ワン。そう、今日はピンキーメイクに決めた。
少しだけ目大きくなったね。パッと見てもあんまり色的にはね、なんか多分今画面っていうか私のね携帯暗いんで、ちょっと暗いっていうか部屋が暗いんで、そうちゃんとねこれねめっちゃ可愛いんですよ色。そう多分明るいところで見たらもっとね発色がよろしいので、寝坊したので支度しますね。いやしてくださいしてください、本当にねありがとう。仕事だもん。あ、出た。入った。そしたら今日はねファンデはこれを使います。最近はねこっち使ってたんですけど今日はちょっとこっちにしますね。ね、化粧水とかはさっき全部やったので、ヒカキはねやってません。なんか昨日の夜からそんな積もってなかったんでなんか大丈夫だろうということで、まあ、多分もうちょっとしたらお兄ちゃんいやもう行ったのかな、なんなら分からんけど仕事も行くやろうし多分大丈夫です。なんか車通ってる音もさっき普通にしたんで通れるっぽい。ということで雪かき免除でございます。バイハッピン。今日はねお花の乾燥がすごいので鼻がファンデ塗りたくるとすごいひび割れる。塗りたくらなくてもひび割れてたすごいめっちゃ鼻ひび割れてるな。乾燥でね今鼻がねめっちゃ皮むけるんです。ちょっと分かりづらいけどね画面越しだと。すごい嫌だわこれだけでちょっとなえるそうやっぱりどうしてもこの時期乾燥しちゃってね、そう香水乳液だけじゃ追いついていないのかもしれない。そうまあ結構綺麗に、まあ鼻以外はね全部綺麗なんで今は調子よろしめなので、ちょっとねおはよう眉毛を描きます。はじめまして、よろしくね。
まゆ、お、行ってきます。行ってらっしゃい。気をつけてね。マスカラで染めます。最近ね、前より眉毛が薄くなりまして、というか薄くしたんで、まあちょっと扱いやすくなった。まあ少しだけだけど、もともとね私眉毛太いんですよ。太くて濃いんですよ。困っちゃう。本当はね、なんかさ眉染めしたらいいんだけど、なんかさ伸びてきたところとかどうするんだろうと思ったらね、めんどくさくって。そう、私そんなさ、あのまめな女ではないので、眉毛ちゃん、外明るくなってきたからね。電気が好きではないので。暗いか、外暗いな。ダメだ、暗すぎた。次、涙袋。涙こっち薄いね。でもこれ以上描くとすごい不自然になりそう。後でね、あのアイシャドウとかもするんで、それでちゃんと出るんですけど。いや、ピーチです。あ、でもどうしよう、アミューズにしようかな。この前でもあのアミューズ使ったんで、ピーチにします。ピーチのピンクメイクです。白系がちょっと、白系欲しいんで、アミューズも使おう。アミューズも使うことにします。白っぽいピンクがもうちょっと欲しい。涙袋と、まぶた広めに全体的に。広げて塗ってあげます。おはよう、ギフトありがとうございます。その次のピンクと、
ピンク少し足して。濃いピンクね、最後に目地うん、いい感じ。アイシャドウピンク。そしたら、おはよう。にしよっかな。こっちにします。ラーメンと涙袋ね。涙袋完成。そしたらラメを。黒目のね上に、そしてあと下にもね少し。あげます。かわいい。おはよう。感じ。そしたらば、まあね、ちょっとラメがね、ちょっと乾くまでの間にシェーディングとかハイライトをねしていきますよっていう。削っていきます。あ、不自然になりすぎない程度にいい感じに。ギフトありがとうございます。濃すぎたな。
よう。そしたらね、次鼻です。鼻、鼻はね濃すぎるとねすごい変になるんで、薄く、なるべく薄めに薄めに入れます。雪かき大変だったね。あ、私のとこ大丈夫でした。そうだから雪かきしてないんです。地域によってはだから雪かきのところもあったかもね。私のとこはな、昨日からそんな雪が変わんなくて、量が免除になりました。シャドウね、鼻のここの部分と、まあちょっとねこの辺りの小鼻シャドウしてあげて、最近すごいさ口も乾燥する。オッケー。そしたら白いハイライトを鼻筋にのっけます。ちょっと短めにのっけてあげて、白いのをこことね目頭のとこにも置いてあげます。ギフトありがとうございます。ほんですよ、ほんでほんで、ピンクのねハイライトを鼻先とほっぺたに入れます。まあ、ほっぺたはね後でちょっとチークをするので今しちゃおうか。ギフトありがとうございます。鼻先にピンクを入れてあげます。まあほんとうっすらピンクなんでめっちゃ濃いとかではないんですけど、ピンクです。そしたらばチークはねピンクにしたのでちょっとピンク系のを使います。薄く取ってここら辺にね、普段ねあまりあのチークをねつけない人だったんですけど、最近ね結構ほっぺた赤いのいいなと思って少しつけるようになりました。こっちも同じようにこのちょっと高いところにね、薄く、あこっち濃いなあれ左濃くね、左がね濃くなりました左が濃くなりました。まあちょっと広げて押さえて、まあ私は赤くてもいいっしょ。まあ可愛い可愛い多分。顔真っ赤すぎるとさあれ外寒かったんかなみたいになりそうだけど、可愛いよね、ありがとうみんな誰も何とも言ってないのに、おはよう。
だから私は最近です鼻先にもねちょっと入れます。あ、また入れすぎた。すごい入れすぎるやん。よし、そういう時はね必殺技がございます。おはよう。はい、ありがとうみんな優しい優しい。濃くなりすぎた時はうっすらねあのファンデで、ね、押さえてあります。OK、 じゃあ鼻先ちょっと赤い感じとほっぺた赤いよって。で口紅にもねこの同じ色を使います。そっちの方がねやっぱり馴染みがいいの でさっき今ちょっとファンデでね押さえたのでシャドウあのハイライトだけもう一回ねちゃんとお鼻の先に入れてあげて、でこれねこのハイライトねほっぺにも高いところにさっと入れてあげます。ギフトありがとうございます。そしたらまつげをあげます。シャドウとか終わったんでね。まつげ抜けた。一本抜けてる。2本抜けた。本日合計2本抜けました。右目。まつげめっちゃ抜けるのはなんで？すごい困る。おはよう。まつげ今日マスカラめっちゃ綺麗に塗れた。次のまつげさんが新しく育ってきてるということにしましょうね。そうしよう。次はねもっと立派な太い長いまつげが生えてくると信じて。あれ私マスカラじゃない、間違えた、ビューラよ。
OK。そしたらアイライン、今日はねちょっとしっかりめに見せたいので、ラメ入ってない普通の方にします。普通のブラウン、オッケー、メイク完了、終わり。本日のメイク終了。あとは後で前髪整えてご飯食べて歯磨きして口紅塗ってパチッ、そしたら、ね、45分になったらランキングいきたいと思います。あと3分くらい。あ、マミーママさんダンプしてきたらしいちゃんと雪かきしてきたらしい、すいません大入ってた、ママさんダンプしてきた、ありがとう。結局雪かきは必要だったみたいです、すいません。夏もったんや、いやでもな、昨日と変わんないってマミ言ってたからそんなんじゃないかな。うん、はよ、あと少しですが行ってきます。いってらっしゃい、気をつけて、ありがとう。おはよう。変な目をかきするのしない、しないっす、届かないんでね、危ないし。私の家はしてないです、もう自然に溶けるの待ちます。ひとちゃん気をつけてね。はい、ファイティーン。ね、車出すのにちょっとだけ一緒あったのかもね。もう今も雪降ってるし。いやね。いや、痛い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 よー、それ。あ、コナン君の話です。肘打ちされたよ。思いっきし。はよー。今日はね、まつげよき。お、45分になった、ありがとう教えてくれて。そしたらね、ランキングいきたいと思います。13位ゆうこさん、12位ゴン太郎さん、11位とめさん、10位ずっこさん、9位よしおさん、8位谷口ひろきさん、7位かぼちゃん、6位ツナサラダさん、5位さくらのお友達さん、4位かいさん、3位けんけんけんさん、2位ランタンさん、1位ゆうたさんです、ありがとうございます。そしてギフトいきます。ゆうこさん、ゆうたさん、ランタンさん、つっこさん、
メさん、カイさん、カエルポコピョコピョコムピョコピョコさん。ランタンさん、たまにっていうか結構動くんだよね、すごい下にスクロールしていくとさ、なんか急に飛んだりする。よしおさん、かいさんです、ありがとうございます。呼ばれてない方キャステでお願いします。さあ最近ねパジャマの入れ替えをね、入れ替えというかなんかめちゃ料理もするし、そうお弁当とか作ったりもするから、すごいいろんなものを着て洗ってをすごい超繰り返してる。私ねあのお姉ちゃんからもらったパジャマとかも何個かあるんで、そうプレゼントでいただいたパジャマと、まあもともと自分の持ってるやつとお姉ちゃんからもらったやつと、すごい繰り返し回してきてます。おはよう、けんけんけんさんありがとうございます。ゆぼさんありがとうございます。はい、ね、すみません本日これで配信終わっちゃうんですけれども、ありがとうございます。はい、ということでね、朝早くからね長時間配信見に来てくださってありがとうございます。またね夜も配信しに来ますので、しますので、はい、ぜひぜひあの見に来ていただけると嬉しいです、はい、かな、ね、本当に朝早くからありがとうございます。そしてねこれからお仕事ある方、そしてもうすでにお仕事されてる方、はい、本当にね体調を気をつけて、一日気をつけてお仕事してきてください。いいんだよ。途中からでも来てくれてありがとう。ね、皆さんも本当怪我もしないように、雪道滑ったりし、怪我しないようにありがとうございます。はい、気をつけてお仕事行ってきてください。それではまた夜にお会いしましょう。またね。あとでね。またあとで会おうね。ありがとう。またね。ありがとう。みんなも行ってらっしゃい。ファイティー。